中国人よく数字で意味を伝えます。まあ、私よく知っているのは520、521、愛してる。999、1314、1314。どんな意味ですか？永遠にずっと一緒にいます。ちょっとロマンチックでしょ。那当然我们也有比如说啊，よくその8と8ですね、そのメッセージ、ショートメッセージとか WeChat 使うときに最後バイバイ、再见的意思。还有就是最近よくドラマ見るときに666の数字が出てますね。666、就是啊，すごいです。素晴らしい。666。好的，もういろいろ数字の意味がありますので、今日はちょっといくつを紹介いたしました。じゃあ、再见。バイバイバイ。